CM の後も地域の話題が続きます。中野区役所で優しい日本語を学ぶワークショップが開かれました。これは区内にキャンパスがある明治大学国際日本学部の山脇ゼミが主催したもので、対象は町会や自治会の関係者です。現在中野区の人口のおよそ 7% は外国人。町会や自治会ではそういった人たちに防災情報などをどう伝えるかが課題になっています。ワークショップのメインとして取り上げたのは、よくある防災訓練のお知らせ。私たちにとっては普通の文章でも、外国人にとっては分かりにくい表現だらけ。例えば初期消火訓練、これを火事の時に消火器で消す練習ですと言い換え、そして雨天中止は雨の日はやりません。優しい日本語の正解は一つではないということですので、他にもいろんな言い換え方があるかもしれませんね。区もそのいろんな外国の方がいらっしゃるので、そういう人たちとコミュニケーションを取っていけたらというふうには思います。その優しい日本語に置き換えるっていうことがちょっと大切かなと思って、うちの団地でも取り入れていきたいと思います。結構ためになることが多くて、だんだん私の家の周りでもその外国の方を見かけることが多くなってきたので、使える機会があれば使っていきたいと思います。ありがとうございます。私たち山脇ゼミはですね、町会自治会の活性化にすごい貢献したいという思いが強かったので、まずは今回第1弾のワークショップを終えられて、すごい非常に安心しております。優しい日本語を自治会町会の方に普及できたことは収穫として言えると思います。我々はその優しい日本語をより広めるところでもっと尽力していきたいと思っています。山脇ゼミでは今後も優しい日本語に関するイベントを開催。10月11日には外国人との交流イベント優しい日本語広場が開催予定です。詳しくは明治大学の公式ホームページ、または山脇ゼミの SNS をご覧ください。